綺麗だよね、あのトゥインクル山頂。ここもめっちゃ綺麗、このイルミネーション。おはようございます、星野瑠璃です。今日は大井競馬場来てます。で、トリプルウマタン知ってる人も知らない人もいると思うんですけど、まあ、説明をしながらトリプルウマタン買ってみたいと思うので、まあ見てください。よろしくお願いします。はい、今からスマホでトリプルウマタン買っていきたいと思います。まあ、ちょっと説明しながら操作して組んでみてください。でスパット4今開いてて、このスパット4ロトっていうとこを押します。それで、トリプルウマタン、多いトリプルウマタンっていうところを押すと、まあ、こうやって出てくるんですけど、下にセレクト投票とランダム投票って書いてあって、このセレクト投票を選ぶと、その自分で、好きなのを選択できる感じで、ランダム投票っていうのは勝手にランダムで投票してくれるっていうやつです。で、今回はまあセレクト投票したいと思うんで、ここ、10レースから10レース、11レース、12レースの10レースからセレクトしていきたいと思います。で、私が選んだのは、まあ、10レース1着に10番のタイガーティアラと14番、これですね、を1着にして、2着に3番ウルフカットと7番と10番と13番と14番を入れた、なんていうんですかね、これフォーメーション、馬単のフォーメーションみたいになってるんで、まあ、こういう選択の仕方をします。で、次のレースで11レースで、11レースは1着に9番と14番で、2着に9番と10番と13番と14番、こういう感じにします。で、次のレースで、これ最終レース、12レースで1着に5番で、2着に1番と5番と6番と12番を選択して、で、各いくらにするかっていうのがあって、まあ一口10円で5口からっていう買い方なんで、それがミニマムですね。で、50円にします。で、投票内容を確認、そうすると今選択したのがこう10レースから11、12って出てきて、で、暗証番号をまあ入れて、で、合計金額上に書いてあるんで、まあ、全部で7200円ですね。これ一口50円で7200円になるんで、そんな感じです。で、投票、ん暗証番号間違えちゃった。何番だ、これでできるかな。はい、で受け付けましたっていうことで、今日トリプルウマタンこれで受け付けされました。7200円分ですね。で、この前とか当たった時に、まあ、キャリーオーバーとかされてると100万円いったりとか、たくさんの人が当たってると、まあ、900円とか1000円未満になることもあるんですけど、まあ、結構楽しめると思うんでやってみてください。ご来場のお客様にお案内いたします。ヘビ座って、ね、今日生まれた人ヘビ座それでヘビ座特別なのか。さあ、トリプルウマタン買うならさ、10レース広めに買ってさ、11レースちょっと狭めてさ、12レース狭める買い方の方が絶対楽しいよね。そうしないとさ、楽しめないもんね、最後に。分かればいいけど。
ートだってさ。あれ3番さ、逃げるはずなのにさ、めっちゃ後方にいるんだよ。あれつけてないよ、マイク。ということで、まあ、多分トリプルアマタン買うならさっきも言ったけど、その10レースで広めに買って11レースでちょっと狭めて12レースで狭めてっていう方法じゃないと、10レースで負けちゃうとなんかハッチーンって感じなんで、多分最初広めた方が楽しいと思います。まあ自分で、3レースか4レースぐらいから買ってて、まあプライベートで普通に買った馬券でプラスになったんで良かったです。まあ、11レースの単勝が大きかっただけなんですけどね。まあまた大池馬場来たいと思ってるんで楽しみたいと思います。じゃあまたね。終わり。はい、当たったやつ払い戻します。現金をお取りください。10万当たんないじゃない、惜しい。もうすぐ10万だったのに。ありがとうございました。